はい、どうも皆さん、こんにちは。マルジャンですよね。今回なんですけども、今回ですね、ランクのスクワットに来てます。ランクのね。うん。一人で。まあね、なんでっていう、なんでってなると思うんだけど。どうも落とせないんだ、これ。初知りなんですけど。まあ、ちょっとね、ドゥイリルさん、俺やないですか。ドゥイリルさんがこの前、ランクのソロスクで、ちょっとビグレしてたんで、ちょっとこれは、アティクシもやるしかないんじゃないかと。やっぱね、それ感化を受けてしまったんで、まぁ、ちょっとね、やるしかないよっていうことで、別に、ね、勝てるとは思ってないんで、まぁ、まあね、なんか、ワンパーティーでも潰せりゃいいかなみたいな感じですよ。とりあえず、まともに対面しても勝てるわけがないんで、まぁ、とりあえず玉を狙っていこうかなと。なんで、今回、持ちたい武器はですね、スナイパーライフル。スナイパーライフルと、あの、ロケットランチャーやね。この二つある。おー、デカボの後に出てきた。あ、ショットすんなよ。今のはなかったことにしましょうかね。はい。今のはなかったことにしておいて、上、金王と、強っ。ちょっと、オートショットはね、リロードがないからね、ちょっと、だからそういう時、あんま好きくないんだよな。でソロとかだったらね、別にリロード時間気にせずに使えるから、一人しかいないからね、僕は。いいんやけど、ちょっとね、スクワットとかデュオとか取り入れないとね、ボンバーで全員倒しきれないからな。リロード時間取るのはね、すげえ大変やから、ちょっと難しいかな。まあ出たから使うけどさ。だっけ、まあとりあえず、金の、オートショットガン強いし、まあ、スナイパーもゲットできたんで、まあ、これで漁夫狙いまくろうかなと。ゴリゴリにね、対面にね、ならないように、できるだけまあ距離を取っていこうかなって感じかな。よし。ただね、ピアッツァの方でね、やり合うと思うんで、漁夫来たいかな、そいつらを。ピアッツァ過去のフェンシングフィールド。やり合ってるね、もうピアッツァ、早速。ほい、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 ほい。俺かな見えない場所でやり合われるとちょっと困るんやけどね。どこやろ。あ、おるな。無理やな。じゃあこっちはきついな。多分じゃあちょっとね、フェンシング行こうか。フェンシングの方がちょっと狙いやすかったりとかするだろうからね。今日振りやすいと思う。フェンシングに行こう。めっちゃやり合ってる。ギョフロギョフロ。あ、やり合ってないんか。メダル縛いてるだけ説。これさ、ワンチャン地下ガンマってするか。それで、ワンチャン一人抜けたらいいかな。もう4人集まってる地下。えぐ。となるときついなぁ。地下入ってくるとこぶち抜きたかったのになぁ。あとね、ロケランが欲しいんだよね、ロケラン。なんか、現場としてるところにぶち込みを入れるから。一旦ちょっとね、やり合ってるパーティーを探しに行きましょう、とりあえず。じゃあ、ここにメダルが2枚ということで、やり合うてるんではないか、あれは、さすがに。さすがにやり合うてるやんな。オーケーオーケー。ここで1キルは取る、とりあえず。あいつ行けそうやな。あ、ずれた。ちょっと止まってくれるやついない？止まってくれるやつ。止まってくれるやつおらん？あ、終わった、あいつ。かわいそう。むずいむずい。根元は硬いからな、結構これ。根元をへし折りたいな、俺。根元硬いな、俺。
ちょっとダメだ、スナイパーの距離にしよう。根元が思ったより硬かった。2倍ぐらい硬かった、思ってたの。バレたんだけど。こっち来る、マジで。え？ごめん。それは俺普通に得意なんだよ、ね。ショックウェーブのやつは。どうしよう。モンタギューのネメシス持っとくか、じゃあ。一旦ね。とりあえず1キロはもらったから、まあいい感じと。ショックウェーブとかね、クラッシュパッドとかって結構ね、あれ当てやすいからね、気をつけた方がいいんだよね。こっち来る感じかな、これ。ふぅ。怖い怖い。メダルのパーティー全部やられた感じかな。早くないか？全然魚触れなかったけど。思ったよりメダルのパーティーが壊滅するの早かった。危な、ひっくり返るかと思ったよ。じゃあちょっとね、暇なんで、とりあえずここのボットを倒しますか。とりあえず、暇やし、ここのボット。今こいる。いるんだけど。どうしよう、これ。ああ、2枚以上いるよね。マジか、予測塔のボット取りたかったんだけどな。一旦こっち回ろうか。寄り合ってる。ワンチャンあるこれ。あ、じゃあボット打ってるだけ？ボット打ってるだけだ、あれ。あかん。てんかな。無理か。スナイパーの弾ね、めっちゃゲットできたな。いやー、じゃあとりあえずちょっと別のパーティーでやり合ってるとこを探しに行きましょう。降りてるよな。お前に向かっていこうではないか。あわよ、貴様らとまともにやるわけがないだろ。お前、車の溶け方尋常じゃないんだけど、びっくりしてる。メダル持ちの貴様らとまともにやり合いたいわけがない。でもなんかこいつはしつこそうやね。俺の人生はここで終わりかもしれない。フォートナイト人生にさよならをつけよう。待て、タイマーをしよう。人間の心持ってないな、彼らは。誰が勝てるねん、こんなの。ブギリルさんやばすぎるやろ、これで勝ってんの。やばすぎるな、あの人。いや、えぐいな。まあね、僕はブギリルさんじゃないんで、まあ勝てるわけないって最初から分かってたけどね。さすがにきついな。車の溶け方が尋常じゃない。逃げの手段の車がね、そこを潰されるの、ちょっときつすぎるな。まあちょっと1キルは取れたから、まあ僕的には満足かな、みたいな。まあ、食エビでワンパンできたし。まあ、僕的には満足かなみたいな感じなんですけど、まあ、スクワットでも、まあ、余裕ってわけじゃないけど、まあ、ビグルできるぐらい強くなれたらいいかなって感じですね。はい、ということで、この動画がいいなと思った方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。